俺はお前の親と関わる気はないって。嫌なら離婚するぞ。そうやって私を脅してきた夫、本当にいいのね。もうさすがに我慢の限界だった私は、言われた通りに離婚することにした。それから数日後、元夫は泣きながら私の前で土下座をしてきた。俺が悪かった。どうか許してくれ。私の名前はのぞみ、27歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して1年が経つ。私たちの出会いは大学時代に遡る。当時私は大学1年生で、新しく始まったキャンパスライフにワクワクしていた。そんな中、サークル説明会で正人が私に声をかけてくれたのだ。彼は私よりも2歳上で、テニスサークルに入っていた。私はあまり運動が得意ではなかったのだが、自分も初心者で入ったが楽しくやれていて、それぞれのレベルに合わせてみんなで練習や試合をしていると丁寧に教えてくれた。そして一緒にいた友達も興味を持っていたので、私は友達と2人でテニスサークルに入ることにした。初心者でも大丈夫と言われていたとはいえ、実際練習が始まるまでは緊張してドキドキしていた私。だが正人は私のことを覚えていてくれて、優しく教えてくれた。上手な人たちは上手な人と練習できるようになっていて、どのレベルの人も見放さないようなシステムみたいなのができていたので、サークルの雰囲気はとても良かった。経験者の人も率先して初心者の人に教えてくれたし、みんないい人たちだったから飲み会も楽しかった。そんな風に楽しい大学生活を送っていた中で、私は正人が卒業をするタイミングで彼から告白をされた。実はずっと好きだったんだ。俺はもう社会人になってしまうから、こうして会えなくなる。だからその前に、最後に悔いのないように思いを伝えたくて。俺と付き合ってください。私も実は彼のことをとてもいいなと思っていた。だけど私よりも2歳上だし、きっと私のことなんてただの後輩としてしか見てないんだろうなと思い、諦めていた。だから彼から告白をされた時はすごく嬉しかった。私はもちろん告白を承諾し、私たちは付き合うことに。大学生と社会人なので、会える時間は基本的に週末になることが多かったが、それでもすごく楽しい交際ができた。彼は年上らしく私を引っ張って行ってくれて、いろんなデートスポットに連れて行ってくれた。私がまだ学生だからと言っておごってくれることも多く、そういう時は男らしいなと思った。そして私が就活生の時は、いろいろと就活のアドバイスをしてくれた。そのおかげで私はしっかりと就活の対策をすることができた。その後、私は無事に大学を卒業し、就職をして会社員になった。のぞみ、おめでとう。ありがとう。正人のおかげだよ。そんなことないよ。のぞみが一生懸命頑張ったからだよ。彼はそれからこんな提案をしてきた。これでお互いに社会人になるわけだし。よかったら一緒に暮らさないか。え、同棲ってこと？ああ、学生の頃はやっぱり学業に専念した方がいいと思ったからさ。確かにいいかもしれないね。私は同棲を提案されて嬉しかった。私たちはすぐにお互いの親に同棲の報告をすることに。わざわざ挨拶をしようと思ってくれて、ありがとうね。いいんだよ。もし勝手に同棲を始めてのぞみの両親が知らずに来たら、びっくりするだろう。それに挨拶も来ない相手が一緒に住んでいるなんて、印象も良くないだろう。正人、私はそうやって、彼がしっかりしていてよかったなと思った。私との関係を大事にしているということだし、ちゃんと周りにも配慮ができる人だからだ。そして私の実家に着き、私と彼は両親に同棲をしたい旨を話した。だが私の親は同棲に反対をした。え、どうして？なんで反対なの？
私は当時意味がわからなかった。両親としてはまだ早いとのことだった。のぞみはまだ一人暮らしも経験していない。そしてこれから社会人になるということは、まだ会社員として働く大変さを知らない。そんな自立がしっかりとできていない状態で、同棲を始めるのは良くないと思うんだ。まずは仕事に慣れること。そしてそれから一人で暮らす経験をすること。それで自分一人でも生きられるようになってから、初めて恋人と一緒に住むというのが正しい順番だと私は思っている。そんな、私も彼も、まさか反対をされるとは思っていなかった。なんならどんな部屋に住もうか、二人で物件を調べたりしていたくらいだった。どうしても許してもらえないんですか？申し訳ないな。君を信頼していないとか、そういうことではなく、私たち親の意見であり、この家庭でのルールや考え方みたいなものだ。私はそれを曲げようとは思わない。だから同棲をしたいのならもう少し待ってくれ。お父さんもお母さんも固すぎるよ。今時、私たちよりもっと若い状態で同棲をしているカップルなんてたくさんいるし。それでもし、子供ができてしまったらどうするんだ。楽しい部分にばかり気を取られて、もしものリスクを考えずに行動をするのは危険だと言ってるんだ。何か起きた時に、しっかりと対処できる土台を作ってほしいんだよ。今は私たちのことが気に食わないと腹が立つかもしれないが、分かってくれ。父は一歩も譲らなかった。そのため私と彼は同棲を断念するしかなかった。仕方なく彼には謝って帰ってもらった。LINE で改めて謝罪をしたが、彼は結構ショックを受けている様子だった。私は反対をしてきた親にとても不満を抱いた。どうしてあんな風に反対したの？私だってもう22歳なんだから自立できるよ。だが私の言葉を親は全く聞いてくれなかった。子供がダダをこねているのをかわすように冷たかった。自立できるというのと、自立したことがあるのとじゃ大違いなんだよ。あなたも実際に働き始めたら、いろいろと見えることが出てくると思うわ。むしろ若いんだから焦らずにゆっくりと少しずつ段階を踏んでいきなさい。そうやって私の気持ちを理解してくれない両親に、当時はすごく反発したい気分だった。だがそれからすぐに会社員として働き始めると、親の言っていることが正しいと思うようになった。まず社会人として生きることの大変さを思い知った。毎日会社に行って、膨大な量の仕事を少しずつ覚えていって、早く独り立ちできるように頑張ってっていうだけでものすごく精神的に疲れた。こんな状態でまず一人暮らしをすることも大変な気がする。絶対に晩ご飯を作ったり掃除をする余裕なんてない。同棲なんてしたら喧嘩が絶えなくなるだろう。この時、私の親の言いたいことがよくわかった。まだ自立する準備すらできていない私が、いきなり同棲をするなんておかしい話だったのだ。実家で両親のサポートを得ながら、仕事に集中できる環境にいることが今は一番大事だ。それから私は必死に仕事に打ち込んだ。自分が一人でも生きていける自信を身につけて、それを両親に示したいと思ったからだ。少しずつだが私は仕事に慣れていき、会社員として社会人として生きるとは何かという指針みたいなものが少し見えてきた。そして半年以上働き、お金もしっかり貯めた。一人暮らしをするのには十分な資金も集まった。土日は母に料理を教わって、余裕のある日は自分でお弁当を作って出勤した。そんな私の姿を見ていた両親も、私が成長していると感じたのだろう。一人暮らしの許可を出してくれた。そのため私は会社近くのマンションで一人暮らしを始めた。ちゃんと自炊も毎日していたし、少しくらい残業をしてもすぐに帰ってこれるので、仕事にも打ち込むことができた。気がつけば私は同期の中で一番結果を出していて、一番早く昇給が決まった。
そうなると自分にもどんどん自信がついてきた。学生の頃とは違い、大人な考え方も自然と身についていて、マサトと一緒にいても自分の感覚が変わっているのを感じた。私たちは順調に交際を続けていて、それぞれ一人暮らしをしながらお互いの部屋を行き来していた。彼は、なあ、そろそろ同棲してもいいんじゃないの？と私によく聞いてきたが、私自身がまだ違うかなと感じるようになっていた。もう少し一人暮らしを経験しないといけない気がする。もっと仕事が忙しくなった時にも、ちゃんとした生活が一人でも送れるのか確かめてみないと。そっか。彼はあまり納得がいっていなさそうだったが、しぶしぶ承諾してくれた。そして私は2年ほど一人暮らしでの生活を過ごした。仕事が忙しくなってもしっかりと自炊をしたり家事をやっていたし、節制を心がけてちゃんと貯金もできていた。これならこの先どんなことがあっても、一人でちゃんと生活をしていけるだろう。そうやって思えたので、私は彼に同棲をしても大丈夫だという旨を伝えた。彼はすぐに喜んで同棲をしようと言ってきた。そして再度改めて私の親に挨拶をしに行った。前回とは違い、私は完全に自立しているし、両親もそれを認めてくれている。また両親はちゃんとマサトが待っていてくれたことも高く評価してくれた。そのためすんなりと同棲を認めてくれた。それから私たちは彼の親にも同棲したいことを相談しに行った。彼のご両親は優しくて、本人たちが望んでいるのなら私たちは構わないと言ってくれて、これで私と彼はやっと一緒に住めるようになった。二人でワクワクしながら部屋探しを進めて、そして条件にピタッときた部屋を契約した。それから一緒に食器を選んだり、家具や家電を選んだりと、とても楽しい時間を過ごした。ある程度私も収入が増えていたし、心の余裕みたいなものが新社会人になった時と比べ物にならないくらいあったので、このタイミングで同棲を決めて本当に良かったと思う。それから私たちは一緒に暮らし始めた。ようやく叶った念願の同棲生活。これでデートの後にバイバイを言う必要がもうない。あの時のちょっと寂しいと感じる感情を味わわずに済む。同棲生活はとても楽しかった。部屋でまったり過ごしたり、休日はちょっと遅めに起床してカフェに行ったりドライブに行ったり。そうやって幸せな時間を過ごした。だがそんな中でも何気ない気づきとかはあった。共同生活をしていく中で、これはやめてほしいなとか、ちょっと気になるなとか、小さな価値観や認識の違いみたいなものがあった。そういう時は私は丁寧に慎重に指摘するようにしている。多分社会人になる前に同棲をしていたら、こんな配慮はできなかっただろうし、最悪喧嘩に発展して別れていたかもしれない。そういうのも含めて私は本当に今同棲を始めてよかったと思った。それから順調に同棲生活を進めていき、1年が経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。今まで約7年ほど付き合ってきたけど、のぞみとはこれからも一緒にいたいと思っている。それは絶対にこの先も変わらないだろう。だから俺と結婚してください。私も同じ気持ちだったのですぐに承諾した。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。同棲の時にすでに挨拶をしていたので、結婚の報告をした時はお互いの両親はすぐに認めてくれた。そして両家の顔合わせも無事に済ませて、私は結婚式を挙げた。結婚が決まってからあっという間に式まで進んだ気がする。それでもたくさんの人たちが参列して、私たちの結婚をお祝いしてくれたのですごく幸せだった。その後、新婚旅行に行き、私たちは同棲をしていた部屋に戻ってきて新婚生活を始めた。きっと今まで通り、変わらず平和で幸せな日々を過ごすのだろうと思っていたのだが、
結婚してから私は夫について気になることがあった。それは正月の時期が近づいた時のこと。お父さんがよかったら正月に実家に来て宴会をしようって言ってるんだけどどう？私はそうやって夫に尋ねたのだが、夫は露骨に嫌そうな顔をしたのだ。え？なんでそっちの実家に行かないといけないの？正月くらい自分の実家に帰らせてよ。え？でも結婚してから、マサトは私の実家に顔を出してないじゃない。お盆だって私は一人で実家に帰ったし、結婚したからには、ちゃんとお互いの実家に顔を出すことはした方がいいと思うんだけど。私がそうやって夫を咎めると、夫はめんどくさそうな顔をしながらこう言ってきた。俺さ、正直言ってお前の親苦手なんだよね。え？どうして？だって硬すぎんだもん。初めて同棲のことについて相談しに行った時も、グダグダとなんか言ってたじゃん。グダグダって、お父さんは正しいことを言ってたと思うよ。古いんだよ。っていうか柔軟性がない。だから、できるだけ関わりたくないって思ったんだよね。そんな、私は夫にそう言われてとてもショックだった。確かにあの時は私も親に反発した。だが今となっては厳しくしてくれた親に感謝をしている。多分夫は、義両親が放任主義でそっちが合っているから、私の親が苦手なのだろう。それは相性の問題だと思うのだが、あんな風に罵倒する必要はないと思う。私はこの時から夫に対して不信感を抱くようになった。今まで優しくて誠実だと思っていたが、もしかしたら裏の顔を持っているのかもしれない。夫にはそういう腹黒さがあるような気がしてきた。そしてその後も夫は一切私の実家にやってこなかったし、私の両親と会おうともしなかった。私の親が家に遊びに来ようとしたら、ものすごく嫌がって自分は義実家に帰っていた。私はそんな夫の態度がショックだったし、両親にも夫が嫌っているなんてことは言えなかったから心苦しかった。そのため、私自身もだんだんと夫への愛情が薄れていった。自分の実家の集まりなどには私に参加するように強制するのに、どうして私の親には会おうとしないのだろうか。好き嫌いだけで、そうやって自分勝手に判断して行動する夫に失望していた。そして最近ではことあるごとに、私の親を罵倒するようになっていた。その原因は私が夫よりも早くに昇進したことだ。どうしてあんな親から生まれたお前が、俺より早くに課長になってんだよ。会社の運営がおかしいんじゃないか。あ、もしかしてお前の親が根回ししたとか。どうかうちの子を昇進させてくださいなんて、頼んで回ったか。そんなことするわけないじゃない。どうしてそうやってひどいことを言うの？夫は完全に嫉妬から私や私の親を罵倒していた。そんな夫に私はかなりうんざりしていた。どんどん本性を表しているような感じだ。そんな中、私は両親から親戚の集まりがあるから夫と一緒においでよと言われた。その集まりには、久しぶりに叔父が参加するという話を聞いた。叔父は私が小さい頃からとても優しくしてくれていた人なのだが、経営者なのですごく忙しい人でもあった。だからなかなか親戚の集まりには参加できず、会える回数も少なかった。叔父が来るのなら私はぜひ行きたいと思った。そして親からは、できれば夫と一緒に来て叔父に挨拶をしてほしいと言われていたので、私はダメ元で夫に話をしてみた。あのさ、再来週に私の実家で親戚の集まりがあるんだけど、叔父がマサトにも会いたいって言ってて。ああ、パス。え？っていうか、言ったじゃん。俺はお前の親と関わる気はないって。嫌なら離婚するぞ。そうやって私を脅してきた夫。信じられない。どうしてそんなことを言うの？お前の聞き分けが悪いからだろ。
もういい。私は早々に話を切り上げて一人で親戚の集まりに行くことにした。久しぶりに叔父と会って嬉しかったのだが、この前の喧嘩からずっと夫とは口を聞いていなくて、そのモヤモヤというかストレスから、私はあまりうまく笑えていなかった。するとそれを叔父に気づかれてしまった。何かあったのかと聞かれ、私はつい泣いてしまった。これには叔父だけでなく、親戚たちもびっくりしていた。どうしたんだ、のぞみ。大丈夫。私の親もただごとじゃないと察して駆け寄ってきた。私は、ごめんなさい。と謝りながら、夫との関係に悩んでいること、そして夫が私や両親のことを罵倒していることについて正直に話した。それを聞いた親戚たちは憤怒していて、叔父も怒っていた。そして叔父はなんと今から夫に会いに行こうと言い出したのだ。いや、でも。大丈夫。私はちゃんと話をしようと思ってるだけだから。叔父がそう言ったので、私は叔父を連れて家に帰った。夫は家のソファーでくつろいでいた。あれ、もう帰ってきたのか。って誰？ボリボリと腹をかきながらこちらにやってきた夫。君がのぞみちゃんの旦那さんか？私は彼女の叔父だよ。おじさん。ってことは、こいつの親の兄弟ってことすか？こいつって言い方はないんじゃないのか？おじは夫の態度にカチンときたのか、低い声でそう言った。夫は一瞬たじろぎながらも、負けじとそのままの態度を貫いた。俺の嫁なんで別にいいじゃないすか。っていうか、こっちは休日でゆっくりしてたんすけど、何しに来たんですか？いきなり来て、非常識だとは思わないんですか？そうか、君は奥さんの実家で親戚の集まりがあるのにそれには参加せずに、ただただ家でゆっくり休んでたのか。それはひどい旦那さんだ。何なんですか？あんた、やっぱりこいつの父親そっくりですね。説教じみたことばかり言う偏屈じじいだ。私はそう言ってニヤッと笑う夫に腹が立った。いい加減にしてよ。私の家族のことをそうやってバカにしないで。はあ、バカにされる方が悪いんだろ。俺、言ったよな。俺の言う通りにしないなら離婚だって。よく分かってないようだから、これをお前に渡しておくよ。そう言って夫は私に記入済みの離婚届を渡してきた。本当にいいのね。もうさすがに我慢の限界だった私は、言われた通りに離婚することにした。後悔しないでよね。誰がするかよ。君は人としてまず見直すべきところがありそうだな。叔父は呆れ返っていて、もう怒ることもやめていた。私は叔父と一緒に荷物をまとめて実家に持って帰った。そしてその足で離婚届を提出して夫との離婚を済ませた。本当に最低な男だ。どうしてあんな小さい男だということを見抜けなかったのだろうか。私は何度も親や叔父に謝罪をした。両親も叔父も私は悪くないと慰めてくれたが、あんな男と結婚した私の責任もある。だがここで終わりではない。私はとある事実を知っていた。だから夫に対して制裁を加えることにした。それから数日後、元夫は泣きながら私の前で土下座をしてきた。いきなり実家にやってきて、夫は慌てた様子で謝ってきたのだ。俺が悪かった。どうか許してくれ。どうしてこうなったのかというと、それは叔父によるものだった。叔父が経営している会社は、実は夫が働く会社の重要取引先でもあった。そのことは、私が夫について叔父に説明した時に知ったことだった。叔父は直接夫と会って、どういう人なのかを見極めた上で、契約について考えようと思ったらしい。そして夫が最低すぎて、すぐに契約をやめることにしたそうだ。もちろん、そうなると夫が働く会社は相当困ってしまう。
すぐに社長さんは叔父にどうしてか理由を尋ねたそうだ。そして叔父は正直に夫について話した。そのような人格がひどい社員が働いている会社とは、契約は続けたくないと。そのため、すぐに社長さんは夫のことをクビにしたらしい。夫はそれを受けて、慌てて私に謝って許しを請いに来たというわけだ。俺間違ってたよ。のぞみだけじゃなくて家族も大事にしないといけないって。反省してるから、よりを戻してくれ。は、何言ってるの？ただ自分が助かりたいから、上辺だけでそう言ってるのバレバレだよ。もう私はあなたに対して、これっぽっちも愛情が残ってないの。離婚届も出してるし、あなたとは赤の他人よ。警察に通報される前にここから立ち去って。私が冷たくそう言い放つと、夫は顔面蒼白の状態でうなだれた。私は気にせずに玄関のドアを閉めた。もし5分後もまだいるようなら警察を呼ぼうと思ったが、夫はそれからすぐにとぼとぼと歩いて去っていった。その後、元夫は会社に戻ることもできず再就職をしようと試みたが、そもそも仕事ができないと前の会社で判断されていたらしく、さらには問題を起こして退職となったことから全く仕事が決まらないらしい。そのため現在はフリーターをしながら安いアパートに引っ越して、惨めで寂しい生活を送っているそうだ。大学時代の友人たちもみんな私の味方をしているので、友人たちからも見放され、また義両親からも呆れられて縁を切られているらしい。まあまだ若いからいくらでもやり直せるだろうが、今回のことで夫には自分の態度や性格がどれだけひどかったことを自覚してほしいと思う。一方、私は仕事で順調に結果を残しており、どんどん仕事が楽しくなっている。叔父とは改めて親と4人で食事に行き、家族仲良く幸せな時間を過ごした。これからも私は自分の家族を大事にしながら、仕事にプライベートに充実させていこうと思う。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。納得ができないならこの家からさっさと出ていけ。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私の名前はのぞみ、27歳の専業主婦だ。夫のまさととは結婚して2年が経つ。私と夫の出会いは仕事関係で、私は会社の受付の仕事をしていた。夫は取引先の営業担当で、よく彼は商談や打ち合わせをしに私がいる会社に来ていた。それでお互いに顔を知っていたので、たまたまバーで見かけた時に向こうも私に気づいて、そこから一緒に飲んで仲良くなったのだ。それからは会社であっても雑談を軽くするようになり、連絡先も交換していたので、休みの日にデートに行くようになった。そして数回ほどデートを重ねた後、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。その後、順調に交際を進めて、彼にプロポーズをされて結婚することになったのだ。夫は私よりも3歳年が上で、頼れる大人な男性という感じだった。私は年上が好きで、包容力がある男性が好きだったので、男らしく引っ張っていってくれるところに惹かれていたのだと思う。私は彼と結婚することになり本当に嬉しかった。大好きな人とずっと一緒にいられるなんて夢のようだったからだ。彼は結婚したら家庭を支えてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて専業主婦となった。それからというもの、私は夫のことを支えるために一生懸命に家事を頑張った。毎日部屋を掃除機をかけて拭き掃除もしてピカピカにし、
洗濯も風呂掃除もトイレ掃除も時間をかけて汚れを落とした。料理だって晩ご飯は私は1ヶ月毎日メニューを変えて、栄養がありボリュームもある食事を出していた。そしてお弁当も毎朝早くに起きてしっかりと作っている。夫は私がそのように一生懸命に家事を頑張っている姿を見て満足そうにしていた。私が頑張ることで夫の支えになっている。そう思うと力が湧いてきて、また家事を頑張ろうと思えるのだ。結婚してから1年ほどはこんな感じで、家事を頑張り夫とも良好な関係を築けていた。だから夫の本性になかなか気づけなかったのだ。きっと私自身、最初は専業主婦として完璧に家事をこなそうと意識を高く持って頑張っていたことも大きかったと思う。しかし夫に対して不信感を少しずつ抱くような出来事が、結婚して2年目に入ってから起こり始めた。それは私がある日熱を出してしまった日のこと。めったに風邪をひかない私だったが、その時は珍しく風邪をひいてしまい、高熱が出てしまったのだ。私は急いで病院に行き、薬をもらってきたのだが、なかなか熱は下がらず、そして体調もかなり悪かった。だから私は夫に LINE で、高熱が出て晩ご飯を作る元気がないので、外で食べてくるか自分で用意してほしい、と送った。私はそのままとすっと眠りについた。そして数時間後に目が覚めると、時刻は20時を過ぎていた。夫は帰ってるのかなと思い、寝室を出たのだが、今は暗いままだった。まだ仕事をしているのかと思い、一応 LINE を見たが、私のメッセージの既読はついている。了承してくれたってことなのかな。私は夫は仕事が忙しくて返事ができなかっただけで、私のお願いは承諾したと考えることにした。そして少し体力が回復したので、私は自分の分のお粥を作ることに。すると家の鍵が開く音がした。夫が帰ってきたのだと思い、私は玄関へと向かう。ああ、お帰りなさい。残業ではなかったのね。私はそのように話しかけたのだが、夫は機嫌が悪そうだ。なんだよ。元気じゃないか。え、夫はそう言って、ただいまも言わずに家の中へと入った。私は夫の後に続いて居間に行ったのだが、そこで夫は振り返り、私を睨んだ。おい、何作ってんだよ。え、俺の分は作れないとか言っておいて、自分の分だけは作るっていうのか。あ、いや、これはおかゆだよ。私やっと調子が少し回復したから、何か食べておこうと思って。夫が初めて見せる怖い表情にビビりながらも、私は頑張って説明をした。だが夫は私を許してはくれなかった。お前はそうやって俺のことを下に見てるんだろ。そ、そんな。下になんて見てないわよ。LINE を送った時は40度を超えるほどの熱で本当に大変だったんだから。このままじゃ料理を作るのは大変だったから、あらかじめメッセージを送っておいたのよ。言い訳なんてしなくていいんだよ。俺の分を作るのをサボったことには変わりないんだからな。それにそうやって口答えする気力があるなら今すぐ料理を作れ。私は唖然としてしまった。まさかあの優しい夫がこんなことを言うなんて。私は動揺してしまい、言われるがままに夫の食事を準備した。体調が本調子じゃないので、作っている間は本当に具合が悪かった。せっかく寝て体力が回復してきていたというのに、これじゃあまた午前中の高熱の時と同じ状況じゃないか。私はなんとか料理を作り終えて、夫の前に出した。夫は仏頂面で黙々と食事を進めていく。それなら私は少し横になっていようと、ソファーに寝転がりに行こうと食卓から立ち上がった。すると夫は、おい、どこに行くんだよ、と私を呼び止めた。え、
ソファーで少し横になっていようかなって思ったの。私がそう言うと夫は箸を置き、ため息をついた。お前は全く嫁としての態度がなっていないな。最初の1年間は奇跡、それともだんだんとお前自身に気の緩みが出てきたっていうのか。え、な、何のこと。嫁なら普通は旦那が食べ終わるまで向かい合って座って待つものだろうが。え、全く、お前は本当にダメな嫁だな。ここまでの会話などを見てわかると思うが、夫は明らかに亭主関白だ。最近は特にその亭主関白ぶりがひどい。私は夫がどんなに帰りが遅くなっても夫のことを待っていなくてはいけない。夫は残業があると帰りが22時や23時を過ぎることがある。そんな時間まで食べることができずに待たなきゃいけないのはかなりつらい。しかし先に食事を済ませると夫は今までにないレベルで怒り出すから、私は空腹を我慢しながら夫の帰りを待たなきゃいけない。毎日腹を空かせた状態で待たなければいけないのだ。しかも夫は以前よりも私に厳しくなった。おい、魚はおとといも食べただろう。甘えが出てるんじゃないか。毎日メニューを変えるだけじゃなくジャンルも変えろよな。和食が続くのは許さないぞ。正直こんな風にいろいろと要望を出されると参ってしまう。私は別にあなたの家政婦になったわけではないのに、夫の理不尽な要求には頭を悩ませた。それでも私は頑張って家事をしないと。せっかく愛した人と結婚をしたのだから。この時の私はまだ精神的に未熟だったというか、視野が狭かったと思う。夫と別れてしまったら、私は無職のバツイチの26歳の女になって人生で絶望を味わうしかなくなると思い込んでいた。だから理不尽だと思いながらも耐えるという選択肢しかなかったのだ。その間にも夫は私にいろいろとひどい言葉をぶつけてきた。本当にお前は使えないダメな嫁だよな。俺じゃなかったらお前は結婚なんてできなかっただろうな。結婚してやったんだからもっと嫁としてちゃんとしろ。どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。夫の心ない言葉の連続に私はかなり精神的に追い込まれていた。そして夫は行き過ぎた亭主関白によって私をものすごく困らせていたことがある。それは私が外出することを許可制にしていたことだ。私は夫に許可を得ないとスーパーに買い物にさえ行けなくなったのだ。お前は目を離すとすぐに俺の金を無駄遣いするからな。夫はある日そんなことを言った。きっと私がご近所さんとお茶会をした時のことを言っているのだろう。だがあれは本当に安く済んだし、別にお茶会に頻繁に出ることなんてない。それでも夫からすると気に入らなかったようだ。というのも夫は私と二人で外を歩いていた時に、私がご近所の奥さんとばったり出会い、奥さんが「この間のケーキがあるカフェよかったわ、教えてくれてありがとう」と言ってくれたことを覚えているのだ。どうせ俺に隠れて高級ホテルでのランチバイキングとかしてるんだろう。私はそんなことはしていないと主張したが、夫は全く信じてくれなかった。だから許可制にして私が外出をしていいか聞かなければいけなくなってしまったのだ。それからは私は夫を刺激しないように外出許可を求めていたのだが、夫はほとんどの私の許可申請を却下した。許可が下りるのはいつもスーパーへの買い物だけ。休日でのスーパーの買い物は私にとってはその瞬間が至福の時なのだが、なんと最近は毎回夫がついてくるのだ。人手が多い方がいいだろ。俺って本当に優しい旦那だな。なあ、そうだろ。うん。夫の発言はもはや脅迫でしかなかった。私は一刻も早くこの夫から抜け出したいと思うようになった。そんな時だった。私のもとに母から電話が。一体何だろうか。
私は慌てた様子で電話に出る。すると母はひどく焦った様子で、お父さんが、と何やらとても動揺している。どうやら父が倒れてしまったらしい。私はすぐにタクシーに乗り込んで病院へと向かった。私と母が病室に到着すると、父は眠っているところだった。医師の話によると脳梗塞だそうだ。今回は発見が早かったから助かったらしく、倒れたまましばらく放置されていたら、もしかしたら命が危なかったかもしれなかったらしい。私も母もヒヤッとはしたが、とりあえず父が無事だということに一安心した。だが私は一つ大事なことを忘れていた。私は夫からの許可を得ずに外出していた。いや、でも今回ばかりは緊急事態だし、おそらく夫も理解を示してくれるだろう。私はそう思ったのだが、どうやら夫はそこまでできた大人じゃなかったようだ。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。さすがの理不尽さに私もつい反抗してしまう。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。夫は私が言い返してきたことに一瞬たじろいだが、すぐに顔を真っ赤にして言い返してきた。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。そして夫は驚きの発言をしだした。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。この時、私の中で何かが切れる音がした。もうこんな男と結婚生活を続けることなんてできやしない。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私は冷たくそう言って荷物をまとめ始めた。ふん、ここまで言っても反抗してくるとは、本当に頭が悪い女だな。お前の代わりなんてどこにでもいるんだよ。そう言って夫は私が家を出るまでずっと罵声を浴びせてきた。私はなんとか無視をして、その場から立ち去り実家へ。母は私が大きな荷物を持っていたことにびっくりしていたが、事情を聞いてそんな人とはもう別れた方がいいと言ってくれた。私はこのまま離婚になってもいいと思いながら、実家で暮らし始めた。すると実家に引っ越してから1ヶ月ほどが経ってから、夫は鬼のように私に連絡をしてきた。おい、いつになったら帰ってくるんだ。このままじゃ部屋がゴミだらけで、俺はここで寝泊まりできなくなりそうだ。じゃあ自分でゴミをまとめて捨てに行けばいいじゃない。そう、それが、俺がゴミを捨てていたら管理人さんに思いっきり注意されたんだ。曜日をちゃんと守って捨てろって。何曜日が何のゴミの日なのかわからないから、どうしようもなくて。気づいたらゴミだらけになってしまったんだ。しかもトイレも風呂も臭くて異臭がすごいんだよ。なあ頼むよのぞみ、早く帰ってきてくれ。それは無理よ。なんでだよ。どうして私があなたが貯めたゴミを捨てたり、あなたが汚したものをきれいにしなきゃいけないの？それは嫁なんだから当然だろう。それよ、それ。え？あなたは家のことは嫁が全部やることが当たり前だって思ってるでしょ。そして嫁は夫の言いなりで、夫には逆らえない存在だと思っているでしょ。私はもうそんなあなたの態度にうんざりしてるの。今みたいに、こんな状況になっても根本が変わる様子はないから、あなたとはもう一緒に暮らせないわ。何が言いたいんだ。離婚してください。え、離婚。そんな、考え直せよ。俺は離婚なんてしないからな。夫はまさか離婚を切り出されると思っていなかったようで、何度もそうやって抵抗してきた。だが私には切り札があった。あなたがそうやって拒んでも、私は離婚を進めることができるのよ。ど、
どういうことだ。私、ある時からあなたのモラハラ発言をずっと録音していたのよ。これをもって弁護士に相談したら、夫有責で離婚できるって言われたわ。だから弁護士を通して離婚を要求し、慰謝料も請求するから。そんな。待ってくれよ。許してくれよ。夫はそう言って懇願してきたが、私は許すことはせずに、あとは弁護士とやり取りしてとだけ伝えて電話を切った。その後、私はなんとか夫と離婚することができ、無事に慰謝料も支払ってもらえた。今は実家で暮らしながら、おばが紹介してくれた事務の仕事をしている。一方、元夫はというと、モラハラが原因で奥さんに逃げられたということが職場に知れ渡ったそうで、肩身の狭い思いをしているらしい。さらには相変わらず部屋は汚くて荒れ放題だそうで、つい最近、住んでいる部屋を管理会社から追い出されたそうだ。自分では家のことは全くできないのに、よくもまああれだけ威張れたものだなと呆れてしまう。まあ、もう私には関係のないことなのでどうでもいいが、今回は散々な目にあったが、これも人生経験の一つとして、男を見る目を養うことができたと前向きに捉えることにした。とりあえずは目の前の仕事に一生懸命に取り組み、両親との時間を大切にしながら過ごしていこうと思う。はあ？海外出張？無職の女が何しょうもない嘘をついてるんだよ。これ以上嘘を重ねるなら離婚するぞ。夫は全く私の話を信用してくれない。彼にとっては私のことなんてどうでもよくて、家政婦代わりになる女が欲しいだけなのだ。何これ。テーブルに置かれた一枚の紙。出張から帰国した私が見つけたのは、記入済みの離婚届だった。離婚されたくなかったら実家まで来て土下座しに来い。夫からのメッセージを見た私は、すぐに外に出て車に乗り込んだ。私の名前はのぞみ、38歳のハンドメイド作家だ。私が作っているのは、主にアクセサリーや小物が多く、最近はお弁当や料理のミニサイズの小物がよく売れている。緻密な作業をして作り上げた作品が本物みたいと SNS を中心に話題が広がり、今では自分が作った作品だけで年商4000万を達成することができている。ここまで来るのにだいぶ時間がかかったが、それでも大好きなことを仕事にできる喜びは何にも代えがたいものだ。しかし、そんな風に仕事で軌道に乗っている私だが、プライベートの方では大きな悩みを抱えていた。それは夫のマサトの存在だ。夫は私の仕事のことを理解してくれず、いつからかニートだとバカにしてくるようになった。そんな夫に私は何度も説明するのだが、一向に信じてくれない。こんな状態が続くならもう限界かもしれない。そのようなことを考えるまでになっていた。私と夫が出会ったのは10年前。共通の友人が開いた合コンの場で出会った。私たちはすぐに意気投合し、お互いに惹かれていった。当時、私は大手の雑貨販売屋で店員をしていて、夫は中小企業のサラリーマン。ちゃんと就職をしていて、バリバリと働いているし、紳士的だし年齢も近くて共通の話題も多かったから、彼と一緒にいてとても楽しかった。それから順調に交際を重ねて、彼からプロポーズをされて私たちは結婚することに。結婚後、彼ができれば家庭を中心にしてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて家事に専念することにした。私には当時、ハンドメイド作家として自分の作品をどんどん作っていきたいという夢もあったので、ちょうどいい機会だった。というのも当時の雑貨屋の仕事は、人気店なのに人手が足りずかなり忙しかった。そのため自分の作品を作る時間がなくて少し焦っていたところだったのだ。
専業主婦になった私は、家事をやりながら日中の空いた時間で作品作りに没頭した。その頃は夫も私の作品作りについて好意的だった。すごいじゃん。こんなに小さいのに本物の料理みたいだよ。ありがとう。これをこうやってちょっとした小物インテリア代わりに置くと可愛いんだよ。おう、本当だ。のぞみは天才だな。こんなすごいもの作れるんだもんな。夫が褒めてくれて私はとても嬉しかった。それからも私は作品作りを続けていき、最初はフリマイベントなどで出品をしていた。そこで実際にお客さんに手に取ってもらえて、この上ない喜びを感じたのを覚えている。その時の体験をきっかけに、私はハンドメイド作家として活動したいという思いを強くしていった。そんな私の夢を両親や友人たちは応援してくれて、いろいろとアドバイスもくれた。友人が経営者の知り合いに私の話をしてくれて、商品の売り方やビジネスのやり方などを教えてもらったり、こういう作品を作っている作家さんがいるみたいと私の代わりに調べてくれたりと、みんな私の夢のために協力してくれた。そのおかげで私は自分の商品を販売するための専用のホームページを作ったり、SNS での発信を行ったりと、活動のための土台となる場を作ることに成功。あとはどんどん作品を作って地道に売っていくだけだ。その後、私は活動を一生懸命に続けていった。作品を作って、それを写真に撮って SNS に載せて発信をする。そしてオンラインショップへと誘導して、商品の購入へとつなげる。その繰り返しだ。私はその地道な活動を続けて、少しずつ売り上げを伸ばしていった。そして活動を始めてから2年後には、月に20万くらいは稼げるようになっていた。夫にそのことを話すと信じられないといった様子で驚いていた。本当にそんなに稼げているの？うん、ほら通帳にちゃんと振り込まれてるでしょ。夫はびっくりした様子で私の通帳を見ていた。すごいね。そんな風に収入を得られるなんて会社員の俺には想像もつかないや。私は夫の驚いた顔が少し面白く思い、今後も頑張ってもっとびっくりする額を稼いでやろうと思った。そしてその後もどんどん活動をしていき、今では作品の数も数百個を超えるほどに。基本的に小さい商品が多いし、最近はサンプルの写真を載せて受注を受けてから作品を作っているので、作品数は多くても部屋の中にそこまで在庫は溜まっていない。だから自分の部屋だけでも作業の場をちゃんと確保することができるのだ。そうして活動を続けていって、さらに順調に売り上げを伸ばしていたのだが、ある時から夫が私に冷たい態度を取るようになってきた。なあ、まだその趣味を続けてるのか？え、趣味って、私これが仕事なんだけど。はあ？何言ってんだよ。たかだか1回くらい小遣い程度の稼ぎが入ったからって仕事だとか言うなよな。何その言い方。私はちゃんと誇りを持って一つ一つの作品を作ってるんだけど。誰もお前みたいな主婦の誇りなんて興味ないだろ。どうしてそんな風に突っかかってくるの？毎日毎日部屋にこもって陰気臭いんだよ。ひどい。家のことはちゃんとしてるじゃない。毎日あなたのお弁当も作ってるし、掃除も晩ご飯の用意もしてるし。専業主婦なんだから当然だろ。私はもう在宅で働く兼業主婦よ。言葉だけは立派だな。けど結局は主婦の暇つぶしだろ。まだ教室にでも通ってる方が健全だ。夫はそんな風に私の仕事を否定してきた。自分は外に出て汗水垂らして働いているというのに、妻は家で楽しそうに作品を作っている。その状況が不公平に感じて気に入らないのだそうだ。その後も夫は私にいろいろと文句を言ってくるようになった。
そんな小物を作ってるならもっと料理にもこだわってほしいもんだな。そんなの誰が買うの。ババ臭い趣味を続けて何が楽しいんだよ。夫の心ない言葉は私にストレスを与え続けた。そのため土日の作業中は私は部屋の鍵を閉めておくようになった。夫はそれが気に入らないようで、土日は外に出歩くようになった。今はもう結婚をして7年ほどが経っていたのだが、最近はずっとこんな感じの夫婦生活だ。私はできればまた昔のように仲良くしたいと思っていたのだが、夫がひどい態度をとってくるので、私も自分の身を守らざるを得ない状況だ。そんな中、私の元にあるお仕事の依頼がやってきた。それは海外の家具のミニチュア作品を作ってほしいという依頼だ。とある企業からの依頼で、報酬もかなり大きかった。これは引き受けるしかないと思い、すぐに返事をしたのだが、実際に家具を現地で見てほしいということで、何日間かヨーロッパの北欧の街を巡りましょうと言われた。私はさらに胸が高鳴った。仕事のために海外に行くなんて、夢にも思わなかった。だが出張の期間は1週間もあるので、その間は家のことができない。夫とは会話が少なくなっていたが、一応伝えることにした。だが案の定、夫の反応は冷たいものだった。はあ？海外出張？無職の女が何しょうもない嘘をついてるんだよ。無職じゃないわよ。私が作っている作品はちゃんと商品として販売されていて、仕事になっているって何回言ったら分かってくれるの？お前の妄想はもう飽きたよ。いい加減家事だけに集中しろよな。これ以上嘘を重ねるなら離婚するぞ。離婚って？7年も結婚生活を続けていたのに、どうしてそんなことを平然と言うの？お前が変な嘘をつくからだろうが。夫は全く私の話を信用してくれない。しかも1週間も家を空けるなんてふざけたこと言うなよな。お前の仕事は俺のために飯と風呂を用意して部屋を掃除することだろうが。彼にとっては私のことなんてどうでもよくて、家政婦代わりになる女が欲しいだけなのだ。もうこれ以上夫の機嫌を伺っていたら、せっかくの海外出張が台無しになる。私は一旦夫のことは放っておくことにして、出張は勝手に行くことにした。そして企業の担当者の方と一緒に現地へ。ヨーロッパの街並みはそれだけで絵になる雰囲気で、普通の家の外観すらもアートだった。お目当ての家具屋さんに行くと、素敵なインテリアがたくさんあり、私は実際に触ってみたりしながら、その特徴を細かく分析した。その後は現地の美味しい料理を食べたり、家族や友人にお土産を選んだりと、とても充実した時間を過ごした。しかも企業からの依頼で来ているため、私がお金を出す必要がないのも嬉しい。1週間私はずっとウキウキした状態で出張を終えた。その間に夫からは大量のメッセージが来ていたが、帰国してから話そうと決めて仕事に集中しようと思っていたので、返事はしなかった。だが夫は驚きの行動に出ていた。何これ？テーブルに置かれた1枚の紙。出張から帰国した私が見つけたのは記入済みの離婚届だった。夫はいつまでも私が家に帰ってこないため、腹を立てて本気で離婚をする気になったのだ。私はすぐに夫にメッセージを送った。離婚届なんて置いてどこにいるの？ちゃんと話し合いをしましょうよ。すると夫からはこのように返ってきた。もうお前みたいな使えない役立たずはいらないんだよ。くだらない趣味に没頭して、挙句の果てには家事をサボって海外旅行なんてふざけるな。誰のおかげで贅沢な暮らしができていると思ってるんだ。お前は自分の立場というものをわきまえろ。私は一気に夫への愛情が冷めてしまった。どうしてこんなひどい言葉を当たり前のようにぶつけることができるのだろうか。
そして夫は最後にこのような文章を送ってきた。離婚されたくなかったら実家まで来て土下座しに来い。そうすりゃ少しは考えてやってもいいぞ。夫からのメッセージを見た私はすぐに外に出て車に乗り込んだ。私は車を走らせてとある場所にたどり着いた。それは役所だ。私はもう夫に愛想を尽かしたので、このまま離婚することにしたのだ。先に実家に帰って両親に事情を説明し、承認欄の部分を書いてもらい、私は離婚届の提出をしに行った。その後、私は両親に手伝ってもらい、家の荷物をすべて実家へと移した。そしてとりあえず実家で暮らしながら仕事を進めることに。その間に夫からは、早く謝りに来いとか、意地張ってんなよとかメッセージが来ていたが、私は無視をした。すると家を出てから1週間が経った頃に、夫から鬼のように電話が来た。さすがにそろそろ無視はできないと思い、電話に出ることに。もしもし。おい、どういうことだよ。なんでお前の荷物が全部なくなってるんだ。それは出て行ったからに決まってるじゃない。な、ふざけんなよ。お前いつまで意地を張ってるつもりだ。意地なんて張ってないわよ。私はもういつまでも私の仕事を理解してくれないあなたに愛想を尽かしたの。まだ趣味の話をしてるのかよ。だいたいお前が悪いんだからな。そんな妄想話を何年も続けやがって。妄想だと思うなら思っていればいいわ。どうせあなたとはもう他人だし。は。あなたが置いていった離婚届はもう提出したわよ。そんな。あれはただの脅しだったのに。ほんと最低ね。でも仮に脅しだとしても、あなたはちゃんと自分の箇所を記入したんだから、離婚の意思があったという証明にはなるからね。私がそう言うと夫は逆ギレをしだした。もういいよ。お前がその気なら離婚でも何でもしてやるよ。お前後悔するなよ。そんな小遣い稼ぎしかできないほとんどニートのお前には、これから貧しい生活が待ってるんだからな。俺はこの家で一人で優雅に生活をすることにするよ。お前がいなくなる分、稼ぎは全部自分のために使えるしな。勝手にどうぞ。私とあなたはもう他人なので。私はそう言ってさっさと電話を切った。それからは実家で仕事に集中する日々を送った。母が家事を中心的にやってくれるので、今までよりも作業に時間を充てられていて、どんどん作品を作ることができている。するとそんな中、再び元夫が私に電話をしてきた。今度は一体何の用かしら。おい、どうしてこんなに家賃が高いんだ。何言ってるのよ。あなたがその賃貸マンションに住みたいって言ったのよ。家賃がかなり高かったけど、私もあの頃にはすでにあなたより稼いでいたから、私が家賃を出していたのよ。食費などの生活費だって私の収入から出してたんだから。私がそう言うと夫は言葉を失っていた。本当にそんなに稼いでいたのか。呆れた。ここまで言っても全然信じないのね。まあそうやって身の丈に合わない生活をして、お金がどんどんなくなっていってからやっと理解すればいいんじゃない。私がそう言うと夫は途端に塩らしくなった。すまなかった。俺が悪かったよ。だから戻ってきてくれ。もう一度夫婦生活をやり直そう。は、今さら何を言ってるの。あれだけ私のことを罵倒していたのに、やり直せるわけないでしょ。もう電話してこないで。あんたとは他人だし、もう会うこともないから。もし実家にでも来たらすぐに通報するからね。そんなこと言わないでくれよ。元夫は消え入りそうな声でそう言っていたが、私は無視をして電話を切って着信拒否をした。
その後の元夫についてだが、今回の件について義両親も詳しく知り、呆れられて感動をされたらしい。そして結局あのマンションの家賃が支払えなくなったらしい。しかも私と離婚した時に贅沢ができると思い込んで、車を買ったり高いブランド品を買ったりと散財をしていたらしく、現在は全て借金となり、ボロいアパートに住みながら返済をするために働くという日々を送っているそうだ。一方、私は変わらず活動を続けていて、毎日大好きなものづくりをして幸せな時間を過ごしている。これからも私の作品を買ってくれるお客様のために、一生懸命に思いを込めて作品を作っていこうと思う。